Biohazard RE4 というわけで皆さんどうもこんにちは、ミントスです。ついにバイオハザードの発売が差し迫っていった今日、なんとバイオハザード RE4 が体験版突如リリースということで、私バイオハザード4実は未経験でございます。なのでめちゃくちゃ名作だと言われていたバイオハザード、ちなみに言うと456やってません、やってないんですけど、ついにできるということで早速ねやっていこうと思います。いや体験版がどれくらいあるかわからないんですけど、これめちゃ楽しみです。バイオハザード1998年9月30日、はい、忘れられない日だ。バイオハザードと会った日ということは、警官としての俺が死んだ日。ラクーンシティだ。これ流出させた生物兵器によってあの夜ラクーンシティは崩壊した。懐かしいねこれ。俺は惨劇をどうにか生き延びた。まあほぼ知らないんだけど、救うべき多くの人を置き去りにして、うん、政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。そんな直後だったんだ。俺に選択肢はなかった。やれってことね。つまり長く厳しい訓練と過酷な任務、望むところだった。あの夜を、後悔を少しでも忘れられるなら。バイオハザード2の時に話ってこと？救えるんだろうか。え、今度こそリメイク2やりたくなっていったんだけど、これちょっと待って待って、おい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 、4の前に RE2 やりたくなっていったぞこれ。ちょっとやめてよちょっと。ああ遺贈のセブセゲラクーンシカ6年後の話ですねこれね。いや楽しみです。え、チャプター1だ。なんだ、わあすごい綺麗。これどんな感じ。警官を探す。いやいないだろ絶対こんなところに。言葉みたいなのあるじゃん。何これ、うわボロボロだな。誰かいるこれ、こんなところに。あ、前ですごい音鳴ってるけど何これ。もしもし誰かいますか。どこまで行ったんだ。いや本当にどこに行ったんだ。あ、カラスの声かこれ。え、なんだこれ、うわ汚っ。牛鹿、鹿か。ここもなんかあるわけじゃないのか。おい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 、なんだこのしゃがむ丸なんだ。うわー雰囲気ある。何これ、こういうところだったの4の世界観って。全然知らないか分かんないんだよな。これ見る人が見てあれなのかな、うわーこの家だよってなるのかな。気になりますね。しゃがむ行為ってあれなのかな、敵の背後を取りやすくなったりとかそういう系もしかして。え、楽しみ。お邪魔します、誰かいますか。だいぶいなさそうだね。こんにちは、誰かいるか。えい、ヘロー。なんだ扉閉まったぞ後ろの。いそうだな誰か。なんだこれ、え、なにこれ。あ、書いてるぞ。なんだこれ、粗雑なチャーム、たばきは来たれり。なんだドミナ、なんでこんなのがあるの。何か運命の日とかなんかあれなのかな、ヒッキーがなんかやってるのかな。ということはなんかヒッキーの道具、小道具多くないか。え、なんか、え、待って、バツ印書いてる扉に。でもなんか文字書いてるし、エステ、あーなんだよくわからないが、でここの扉開けてみようか。開きますか。お邪魔します。なんだコントローラーがブルブル振り始めてる。横いるんじゃないこれ、いないんか。いるんかい。え、なに、目赤いと。何、昨日から寝てないとかそういう系。暖炉お前かがみ込んだぞ。ボスはウンポルシア、
何語だ？なんかしようとしてる。大丈夫？ちょ、止めた方がいいんじゃない？それ明らかなんかやばそうだって。今、あ、なんか分かっちゃったかも。そういうことでね。そうだよね。ナイス蹴り、いい蹴り。首がボッケリいった。カニ、どうしたの？なんか上声してない？今警官の声もしかして漁師小屋のカニ？何が起きてる？うわぁ、なんだ、まずそう。これ腹壊しまうよ、こんなの食ったら絶対。なにこれ、ネズミ食ってんの？いやなんかなんかじゃない、これ本当に。警官のね、名前なんて言うんだ、名前が見えるわけじゃないのか。国家ケース、マリオか。オッケー、とりあえず銃持ったな。今の叫び声の原因になるとこ行くぞ。鍵はここなのか。よし、え、扉を開けるシーンよ。いいですね、いい感じですよ。うわー、なんだこれ。あ、漁師だけど、あれか、剥製とか作ってんのかこれ。剥製作りすぎだろこれ。いや、こうライトを構えながら銃を構える感じね、めちゃくちゃ好き。箱とかあれ壊したりできないのかな。なんかラジオの音が漏れてますね、前から。ちょっと開けてみようか。ちょっと開けるよ。はい、開けていって、何かあるのか、これは。いや、何かあるわけではないのか。いや、警官取れてる、大丈夫か。おい、俺はもう完全にダメかもな。首一目に裂かれてんな。どうした？おい、返事しろ。反応がないのか。どうなってるんだ。俺が聞きたい。え、なんか後ろから来んの？福島、小屋から脱出する？銃を構える。 OK。 え、弾少ない気がするな。ちょっと弾持ってない、無限ね。そうなって、完全に首だけだな。致命傷は首ってことね。オッケーオッケー。まあそんな時もある。なんだ、なんか落としてないか。嘘だよ。なに、オッケー、どうだ、喉を出ればいいのか。やばいやばい。なに、こいつは一体どうなってくる。もう弾がねえぞこれ。もうあと3発壊すしか。頭じゃないのか、もしかして喉を狙うのか。なんかすげえ声してない？なんだ、殴られてるような声してんぞ。いた、嘘でしょ。あ、刺し切るし、ロケ。あ、これ掴めいいんだ。メレー、オーケーオーケーオーケー。何？いや、これなんだろこれ。え、硬くない？めちゃくちゃ強いんだけどあいつら。いや、もしかして俺がコントローラー操作下手なだけなのか。気づいてしまった今。え、これどうなるの？何？開かないのか。嘘でしょ。決定破ればよくないか。だって嘘。
鍵とかがあるわけではないのか。もしかしてこの中に何かヒントがあるのか。いや、ヒントがあるわけでもないっていうことは右、いや、もっと何かあったすれば。ああ、これか。2階？あ、グリーンハーブ、いいですね。伝統の回復芸。よし。じゃあ、ここ歩いていこうか。開けますよ、今から。はい、開けた。だめませんか？よし。鍵もかかったな。なんだ？なんか調べてる部屋？大丈夫か？部屋を確認したくて。あれ？誰か女の子？これ。HQ。こちらコンドルワン。こちらハニガン。状況は？状況どうなってる？大統領の娘はこの村にいる可能性が。大統領の娘？いいニュースだわ。さすがね。あ、これがアシェリってやつ？もしかして。手がかりがありそうだ。誘導を頼む。誘導？了解。付近の情報を調べる。オッケー。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。まともそうに見えなかった。何？何何嘘嘘嘘嘘嘘。悪いな。また後で。いや嘘でしょ。え、自由の弾ないんだけど。邪魔したな。あ、こっから出れるんだ。いや絶対そこ投げてくるよね。え、投げてこらへんの？逆に手斧じゃないってこと？大家さん向かいましょうか。なんか地下べっとりついてんな。え、なにこれ。ここから出れる？出れないか。 OK。 鎖もなんか危なそうだね。 OK。 まあちょっと血のりがべったりついてるけど、ここは前進んでいこうか。まずはなんか人のなんか話す声聞こえないか。大丈夫か。あ、来た。ハンドが止まる。オッキー。オッケーオッケーオッケー。テープライター。あ、今回すぐできないんだ。ガンパウダー。あ、弾作るんだっけ確か。待てよ。これとクラフトで、なんか、なんだろう、チョコレート？なんかあるな。なんだ、なんかうめき声がするけどな。うわら、カラスが人に。なんだ、ラジオの声か。何の声？犬を食ってたのかこれ。まずはこの家入ってみるか。このボロ屋わかるかな。あ、ハンドが止まる。ラッキー。けどこうやって入っていっての一個降りか。はしゃがんで車のとこ倒れてるのかな。すげえなんか近くで声すんだけどな。もうちょっと先かな。はい、メレキック。オッケーオッケー、ナイス。え、あ、いた。いや全然見えなかったとき今。オッケー。はい。え、だって、いやマジで全然見なかったわ。いてぇ。ちょっと待って、使うか。そんな近くにいたんだ今。あ、いたー。なんでやねこれ、なんでこんなとこに。いや嘘でしょ。あ、そういう罠もあるんだ。オーケー。はい、メレキック。オーケーオーケー。危ねえ危ねえ。
先行してるな。お、いいね。武器の切り替え、いいね。いいだよ、武器の切り替え。OK。敵がたくさんいて、アウトは待ってて。あるかもしれない、まだ。待て、おつけ。トラップに注意していこう。やはりこういうのは、しっかり下を見て動かないとね。まさかそんなものがあると思わなかったけどね。さあ、なんだ。あ、なんか落ちた。あ、首か。どっかで腐って落ちてしまったのか。よーし。なんだ。何かがあるな。何のマークだこれ。あ、あ、待って、え、まずいやんこれ。え、燃やされてない。爆撃まで耐える。え、なんかいない。待って、これ。オーケー。あぶない。なんか物資ないのか。物資あるか物資は。おーって、おで閉まんのこれ。いける？オーケー。何？これ上行けばいいの？なんだ変なやついる。チェーンソーマン？よく似ている。嘘だろ。え？嘘？囲まれてるってこと？どこ行けばいいの？日頃の行いだね。おぎおぎ。上行っていいの？あ、こいつはいい。オーケー。登ってみろ。オーケー。オーケー。いい加減にしてくれ。え、今だって。ほら、まずい、まずくない、これ。オーケー。いた。なにこれ。そんな。え、え、待って、え、バイオむずくない？あ、え、やばい、今んとこよく分かんなかった。どうやってここをくぐり抜けるんだ俺今。
誰なのか。アイテムたくさんあるな。オッケーオッケー。あ、ね、はい、よし。あ、ね、こういう感じか。よしよしよし、ここを全部調べといて、やればいいわけな。俺も得意やで。スニーキング学者任しといて。いくよ。オッケー。オッケー。やっぱやだ。そしてなんか今ぶら下がってんな。これなんだ、なんか肉か鶏か。やるしかないか。はい。ハンドガン弾。はい。はい。何か。だな。待て待て。しまった。え、何しまった。オッケー、はい。キリがない。本当にキリがないぞ。どうすんだこれ。何？チェイソーマン、また裏からも来るんだマン、これ。いや顔怖っ。届かないのか。うわあ、うわあ。危ない危ない。なになにこれ。はい、オッケー。そんなとこおる。俺は想像していなかったよ。俺は家の中もいるんだ。もう襲撃を耐えていいのか、とりあえず。向こうに行くとどうなんだろうな。あそこ開いたけど、あれか。なんか作れるか。待って。作れないですよね。クラフト。オッケー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 。まずはね、まず入って、え、鍵って何よ。
いや嘘を、むずい。バイオむずくないですか。ちょっと待ってない。これじゃダメなんだ。OK。 ダッグイテン。はい、これどうだ。はい、確かに。いたっす。オーケー、オーケー、どけどけどけよ。しまった。あのね、こう可能が傷ついてしまったんだろうか。今さら理解。待って、今さら理解はしたが。ちょっと。OK。まあ、これはどうだ。はい、両手は、バイオ難しすぎるんだけど。あれ、バイオってもしかして難易度高いんですか、法って。ちょっと待って。オッケーオッケー、まあまああれはもうみたいな。これもじゃあくぐり抜けていくとかそういう系か、もしかして。オッケーオッケー、とりあえず。暗殺だな。まずは暗殺。よし。さあどうだ。おっさん、ちゃんとやったらバレないとかあんのかな、これ。で、これでこっちで、突貫か。あ、これこれじゃない、こっちじゃないや。どこだ。さっき一回ショットガン止まったとかあったんだよな。この家か。いや違うな、なんか2階があったとこ行ったと思うんだよな。で最初にこっちでの
で、こっちから行って記憶あるんで、で、こっちか、あ、こっちかもな。え、違うな、この家ではないな。あ、この家か、もしかして。いた、ベガロ。オッケーオッケーオッケー、これね、襲撃を耐えるだもんな。うそ、よし。そして、いや、こいつはマジで怖いな。こいつの素顔どうなってんだ。オーケー、待てよ、これをクラフトして、時間なのか、これは。はい、待て待て待て、危ない危ない。 OK 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 OK、 はい、これね、やっといてからのバーさん避けて一発当てて、もう一回下がってきた。バッカやろおめえ、そんな狭いとこ入ってくるんじゃないよ。あれバッカ、いてーよ。いや、これもう街中で始まるか、襲撃に耐える。え、なんか今なんかあったぞ。あ、今取り上げ取り上げ取り上げた、今なんかあったのに。いいんだよ本当に。バッカいてよ。え、どんだけ。え、終わった。なんだなんだ、カレー、ラカナバーナ。なんで歩いて行くわって言った今。シンボーカー、永遠のスモーカー。え、操られてんのか、もしかしてこれ。デネモシゲシャルビール。え、一体何なんだこれ。そいつですよね、これ横のやつ。何？え？やばい、俺バイオ4やってないから本当にこれが何の音なのかめっちゃ気になるよ今。いや本当にどうなってんのこれ。全然わからんかったわ。なんかあの鐘の音が周波数かなんか出してるってこと？操ってる、そういうこと？
いやー、わからないことがすごかったですね。これはぜひバイオハザード4の世界が一体なぜこうなってこんな感じになっているか気になるので発売したらね、是が非でもやってみようと思います。というわけで今回はバイオハザード4リメイク4最近版見ていただきありがとうございました。またよかったら見てください。ミントスでした。よければチャンネル登録お願いします。 See you!